そー。あ、ごめんなさい、あのダウンロードがほんの残りミリで終わらなかった叫びでした。もうあ、なるほどなるほど、気持ちはわかる。人が死んでんだぞ。すいません。来る。エンジン黄色黒。フラミンゴ警察だ。早い、押すの今勝ったと思う。正直なところリフト右です。今二谷さんあたりがなんか なんか乗ってたなって乗りました最後。あ、リフト右行ってんだ。一応ねこれ言っとかないと使いましたよって、まあ、あ、じゃあ次右から右からあります。右スタートですね、はいはいはい、次はね、はい、なるほど、うん、テさんに入ってるよ。あー、回復が始めました。いきなりリフトを取るぜ。愛の投票ありがとう。これでこれでフラミンゴ警察の責務は全うした。そうなの。昼食チーン。んーしゅダウンロードコメントならコメント機にクリックして、うん、場所的にボタン押しかな。緑白緑緑緑白緑。多分今の音を聞いてキルをやめる。いいボタン。ああ、いいボタン。いいボタン。いいボタン。あ、ごめん、手のり。クルーです。クルーです。白とかじゃなくてクルーなんですね。もう、はい、僕、左にタスクがないので、うん、僕を左で見かけた際はもう、もう殺してください。その投票で。コミは来てくださいよ。嫌です。来なかったら死ぬし、まあ、容疑者一の無駄に入っちゃいますよ。浮き一になって。でも左にタスクないからな。右やったら左に派生とかはもうないんだっけ。配線がないからないか。貨物のオイルがある、まあ、下にどうせ出るからね一回ね。あのダウンロードのやつね。ダウンロード電気が、うん、じゃあ嘘で、ね、左考察はちょっと難しいのか。じゃあ嘘じゃん。右の魔術師インポスターだ。インポスターでわざわざそんなこと言わないっしょ。まさかね、逆にね、まさかね。いるだけやっとこう。緑ー。お、3ターン目でリアクターもう負けるんじゃないか、インポスター。これでリアクター向かわない人がいたら別だけど、プテハシさんみたいに。プテハシさんみたいに。大事なことは何かありますけど。黄色、緑。これ絶対キルできない。ボタンはね、まだ押さなくていい。黄色、緑、オレンジ。くそー。え夏目先生。あ、ごめんなさい、あのダウンロードがほんの残りミリで終わらなかった叫びでした。もう、あ、なるほどなるほど。気持ちはわかる。人が死んでんだぞ。すいません。はい、いや最終目標ありますね、夏目先生。あっ、アーカイブにいたの誰だっけ。今5秒前ぐらいのアーカイブにいたの。チャゲポヨオラフくん、プテハシテラゾウ。あ、そうですね、合ってます。あ、そうかそうかそうか。リアクター中に死ぬってよっぽど変なとこにいたんだろうな。あれ、最終目撃があるは誰。ないんじゃないですか。ないんじゃないこれ、うん。あれ左側の、あれ左側のったのって、俺です。あきさんですね。はい、で右側、タゲポヨさん。俺です。ですよね、右側、テラゾーさん直してるの見てます。誰にも見られてないんだ。たぶん、
貨物脇誰ですか？いない。いないのかな。アーカイブ脇は僕とプテアスさん。はい、うんうんうん。俺もいましたよ。僕クラウドさんもいた。僕もあ、これでもこれシプレスかな。オラフ君がメイン。合ってます。僕メインでした。ちょっとリスポンス整理しましょうか。メインはいた方は。いや、俺は分かんない。オラフ君がメインって言ってるけど。いや、ごめんなさい。僕メインかアーカイブかどっちかな。メインはいた方誰ですか？アーカイブいないと思うけど。メインはいた方はいない。いない。じゃあ僕だと思います。エンジンルームは。エンジンは砂ザメです。砂ザメ。砂ザメ。宿舎前は。エンジンがアルト、サントス、もう一人ぐらいいなかったか。あ、僕です。チャゲプヨです。うん。合ってる合ってる。チャゲさんで合ってる。うん、じゃあ貨物か、貨物か宿舎だな。貨物か宿舎だったら先端貨物の方行ったよね。いや、プテアス、ああ、そうですね。一応行きましたけど、多分だから、考えられるのが、貨物下、脇位置の話ね。そう、脇位置で下の方に行ったか。うん。で、リアクターに来なかったか、うん、宿舎前で、金、いや、金庫だったら見られてそうだな。貨物が濃厚っぽいかな。まあでも、貨物脇濃厚っぽい。これ行きました。行きました。貨物下らへんね。これどうする？話す？死亡場所わかんないと結構詰めるのきついと思う。いや、リアクターで、アーカイブで結構見られてるんだったら、リスポン考察でもうちょっと詰めれると思う。オッケー。あ、ちょっとエンジン、サボタージュしたいだな。ゼラルやっとこう。コミュならいけそうだけどな。はい、そうか。いややって、テロさん終わったのを見て。マジか。はい、殴り合いですね、これ多分。歌舞伎る？言っていいですか、先に。じゃあ、コミュニケーションのとこで、サントスさんとオラフ君両方死んでました。で、砂染さんが踊ってました。通信室、直って下に行ったら、カキさんがキルしてました。なんで、多分あの、ギリギリ立ってたぐらいです、死体が。いや、米サボまだ直ってないですよね。直ってないです。あ、直ってなかった。一瞬血しぶきが見えました。あ、砂染さんはコミサボを直してたんですか？私はコミサボ直してないです。え、いたのに？いたのに。コミサボ行って血しぶき見えて振り返ったって感じです。振り返った？振り返った？え、後ろにカキさんがいたってことですか？ですです。え、後ろに？うわ、言い方めっちゃミスった。あの、通信室の入り口です。うわ、言い方めっちゃミスった。いや、黒いと思っちゃったの、今。あ、別に多分もう自覚ある、黒いって。え、2死体はあったんですか、そこに。2死体ありました、両方。2死体です。はい、で、コムサボを直してないけど、砂ザメさんは2死体。整理します。はい、エンジンルーム、扉閉まってました。で、開けて、通信室に入って直すぞってなった時に血しぶき見えて振り返って、カキさんキルで死体が立っているです。あ、じゃあ。でも、カキさんは、視点では死体は1個だったことね。1個です。少なくとも私が見えてるのは。で、ボタン連打したときに、多分サントスさんだったと思います。テラゾセンター100無理です。ミーティング2人。はい。で、言い方ミスったのは本当ごめんなさい。いや、マジで言い方ミスった。カキさんからチャゲポヨ難しいって言えますか？あ、言えます、言えます。はい。チャゲポヨさん絶対無理です。ありがとうございます。じゃあ、隠しろ。カキさん視点は2死体ある時点で、そうだよね。はい、結構無理だよね。砂溜めさんで、さっきのキルが多分砂溜めさん無理だったんで、それ考えると相方もさっき浮いてた。まあどっちが入れるとして、6人で進むんで、ローラーしますか？もう決めつ？僕とりあえずボタン押しますよね。あ、俺押します。時間大きいからローラーして。します。言い方見せてください。じゃあ僕、寺蔵さん左側直してください。リアクター来たら。僕、右側直します。で、右沸きます。あの、言い方ミスってマジでごめんなさい。ボタン、あとの人ボタン向かってね。あれ、コミュか。
はい。はい。で、あと他の方の脇位置は。ウテハシ話します。貨物脇で電気室。誰ともすれ違ってないし、ずっと電気室だったから浮いてます。だから。宿舎前脇です。テラゾー先、僕はもう砂沢さんでめちゃくちゃ落ちてると思ってて、テラゾー先端が無理で、柿さん視点でチャゲポヨさんが無理で、僕は砂沢さんをオオカメだと思ってるから、アルトさんと戦いたいなと思ってます。チャゲポヨさんは？チャゲポヨはアーカイブで湧いて、配線とかダウンロードやって、最後シャワー室です。あれ、俺貨物で湧いた気がするけど、プテさん。僕下、あの、貨物にはもうタスクがないから、電気室まで一目散で走ってたんだけど。ちょっと脇遅かったりした？わからん。嘘ついてるの。勘弁してよ。まあまあまあ。アルトさんは、僕ブリッジで湧いて、センタンとタフンテラーゾー2人とも湧いてて、そのまますぐ右行ってたんかな。僕エンジンと思う。エンジン脇だっけ？違う。宿舎前じゃなかった？飛んじゃった。あ、宿舎前だ。違ったっけ？テラゾーさんとなんかセンターの宿舎前だったと覚えてるんだけど、うん、で、僕その真下にダウンロードタスクがあったから先にダウンロードやってて、うん、込み向かわなかったんですか？込み向かってないっす。そのまま、うん、向かってないっすね。そのままセキュリティ側の方のあれをアップロードしに行きました。あ、容疑濃度は変わらないかな、あんまり。で、ローラーします？柿さん、チャゲポヨさんは 100% 無理でしょ。 100% 無理ですね。あ、100% 無理なんですか。じゃあ正直、あ、ごめんなさい、聞きました。うん、そうで、僕は砂鍋さんのさっきのやつさすがにオオカミだと思うから。ロラでいいじゃん。ん、どこのアルテアルト3人後ろなんで。あ、じゃあ柿、チャゲポヨも一番だか。いや、僕目線柿さんは確実白とは言えないです、ね、よ。まあ、僕はアルトさんに入れます。あ、アルトさんボタン余ってます。ええ、ロラ？プテさんとアルトさんのローラーじゃないのこれは。あらー、なんだこの、あらら、まあ、ちょっと待ってるし、これ全然いいですよ。全然順当だと思う。まあ、だいぶ砂溜めさんは来るけど。はい、まあだいぶ砂田さんは黒いですけど、まあ一応ぐらいの。あ、そう、一応ロラ、はいはい、まあ、安全取るならって話でしょ、完全に。まあ確実に1落とすなら、確実に1落としといて、まあ砂田さんの方が黒いと思ってるからチャゲポヨさんはかなり白目に見てるけど、うん、そのままテラゾーチャゲポヨ先端ほぼ隠しろで続行したいっていう。続行したい。あ、ロラ続行で柿さんに入れた。何を続行、ロラ続行かどうかわかんない。3人確証できたらロラで終われます。チャゲさんが書く白なんだったらプテアルドでいいっすよ。ああ、はい、いや全然いいんだけど。じゃだった時ってそのカキチャゲの二郎ケアのカキさん釣りじゃないんですか？そう、カキチャゲの二郎の時じゃないとカキは釣らないから。あ、これはそのつもりで思ったんだけど、まあ、違うの。チャゲっぽいさんが書く白くなったらカキさん釣る必要なくねって話ですよね、うん、そう、はい、うん、まあ、まあでもやってることは一緒じゃないですか。いやでもまあ、うん、まあ、僕目線からすると、うん、まあ、プテヤさん止めたいってこと？いや止めたくないけど、まあ釣った以上はって話だからね。これアルトさん釣って終わらない展開だったら僕はもう自決するしかなくてやだなーって思って言ってるけど、まあでもしょうがない、言えます。僕アルトさんにいるね。オッケー、チャゲさんを置くんだったらもうプテアルトで殴り合えばいいだけの話だけど、殴り合う要素がそんなにないからな、なんとも言えない。うん、だから、オラフ君じゃないや、夏目先生が死んだ時が、夏目先生の脇が分かんなくて、死体位置が分かんないって話だよね。そう、先端は僕のことを知ってるでしょ、僕はアーカイブに。キッチン湧いたの誰でしたっけ？アルト・サントス・チャゲポヨ。チャゲ、はい。砂溜めさんどこでしたっけ？砂溜めさん、エンジン脇。エンジン脇、うん。エンジンもう一人確か砂ザメさんと一緒に湧いてる。誰だったかちょっと忘れたけど。砂ザメさん強気に釣りに行ったの僕じゃないって言いたいけどな。そうね。ありがとう。頼む。そう思う。
ステさん自決してください。マジで多分でしょ。バカなクルーメイトたちわかんねえな。さすがに。ナイスナイスナイス。案外粘れるもんなんだ。近いもんね。初手どこで死んだんですか。あ、電気室エレクトリカルです。はい、初手エンジン脇です、夏目先生。あ、初手っていうかその夏目先生の脇位置。そうです。はい。うん。あれ、エンジンで湧いて右の方行ったんですよね、確か。はい。だもう一人湧いてませんでしたっけ、一人でしたっけ、砂ザメさん。柿さんと砂ザメと夏目先生が湧いて、夏目先生が右位置。柿さんが見てなかったんだ。あ、まあでも、エレクトリカルに向かった人が悪い。いや、そうでしょ。まあ、エンジンで湧いておいてエレクトリカル行くのはちょっと、まあ、似ますね。停電だし、初手だし。ラさん、あ、いや、リアクターなんですよ。リアクター中に大逆走して、ね、めちゃくちゃこのマップ弱いのに。リアクターなる前に多分ね、エレクトリカルの中いるんですよ。あ、そうです。そうです。あ、そうなんです。多分ね。あ、そうです。そうです。エンジンでメイン無視して、そうです。エレクトリカル入って殺されました。ちょうどそれでリアクターになりました。そう、バイタル見に行こうとしてたんで殺しました。はい、いやー、初手なかなかキルするタイミングないな。なかなか。え、で、なんで踊ってたんですか、砂崎さんは。踊ってたんじゃなくて、砂崎さんもキルした後だったんだよね、多分ね、あれね。キルして、どっこっちに行こうかな、逃げようかなって悩んでたぐらいの時ですね。あの、夏目先生はアルトさんが殺したのね、じゃあ。夏目先生は僕ですね。ああ、そういうこと。で、通信室を直しに行ったのが、砂崎アルトの2人しかいなくて。そう誰も来ねえってなって、で最初に来たサントスさんをアルトさんがキルしたら、武器庫からオラフくんが来るのが見えちゃって、うんうん、あ、やべえ、これオラフくん武器庫の扉開けたらサントスさん発見されちゃうと思って、オラフくんを殺してコックピット側に逃げようかなと思ったら、カキさんが来たっていう感じ。なるほど、そうだよね。アルトさんがコミュサブの幼いで、うん、ゴミみたいなとこにいるから、なんだこいつと思ったら殺された。ゴミみたいな。めっちゃ言うじゃないですか。急に口が悪くなる。クルーズだったとしたらゴミみたいなとこにいるから、なんだこいつ。めっちゃ言うやん。通信室もね、いや、インポスターだ、いや、クルーだったらマジでゴミみたいなとこいましたよ。夏目もリアクター鳴ってる最中ゴミみたいに逆走しちゃったんで、はい、今日展開早いな、なんか、うん、確かに、ね、あれ武器庫側に逃げればよかったか。いやー、ミスった。逃げる方向ちょっと迷ってしまった。一瞬右左って言ったのが多分ダンスみたいに、多分たくさんから見えたのかな。結構なってたから、集まってくる位置ではあったからね。で、せめてアルトさんだけは視界外に行かさないぞと思いながら、なんか逃げる方法こんな状況になった。ぶっちゃけ僕が疑われてもよかったかなってちょっと思いましたけどね。なるほど。でもそうすると私サントスさんをレポートしてたろう。あ、でもいいのかな、それでも。それでいいと思いますよ。それでいいのか。で、死体位置どこかわかんない、もう一つの死体位置どこかわかんないみたいな。はい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 。でも良かったかもしれないです。そうだ、砂鮫さんに聞きたかったんですけど、はい、砂鮫さんと僕貨物で一回は勝ち合った後、アーカイブで普通に徒歩で行きました。はいはい、徒歩、あれ徒歩ですね。あ、よかった。なんか一瞬なんでそんなに前の方に行っちゃってるんだろうと思って。あの時のチャゲポヨさんは本当サントスさんと三個一だったんで、マジ殺せなかったです。あの。なんか怖い怖いと思って。はい、実際殺そうと思ってました、サントスさんが離れたら。だけど隙が全然なくて。あれ、サントスさんぶち殺した後、昇降機下ですとか言ったら何て言うのかな。リフトの階段下ですって言ったら何て言うのかな。それはそれで詰められるか、一緒か。瞬時にちょっと頭働かなかったな、あのラフ君キルした後。まあいいや、はい。すいません、長々と。はい、よろしくお願いします。やっぱり毎ターン、ホストの人って2秒早く湧くんですか。そうっす。一発目だけじゃない。一発目じゃない。一発目だけ？うん。多分。各試合の一発目だけの。まあ一発目しか影響がないかな、あんまり。うん、2秒ぐらいだったら、2ターン目以降はそんなに影響がないかな。まあ